英語を英語でパッと理解できるようになるためにすること一つ、英語の長文速読力を上げるサイトトランスレーションを効率よくやってみましょう。 Hello! Gala Language Online 講師の右半身です。英字新聞を読んだり、英文のメールね、英文メールをやり取りしたり、学校での勉強、それから英語の資格試験などね、英語の長文を読まなければならない機会ってたくさんあるし、まあ、ともかくね、早くパッと理解したいですよね。あの学校で習っていた英語ってこう主語とか述語とか動詞とかっていうのを把握して、一文をこうなんかちょっと俯瞰してさ、後ろから訳していくと綺麗な日本語に訳すことができるっていう、こういうシステムですよね。でもあのこれでは英文を最後までね、一旦読んでからじゃなきゃこの作業できないし、こうなんか就職後とか就職部とか認識してなんていうね作業もあるから、とってもね、あの時間かかるんですよね、ともかくね。ね、そんな時にねやってほしいのがサイトトランスレーションなんですね。これスラッシュリーディングという人もいますね。最近は塾や学校でもね取り入れているところが増えてきています。どんなものかっていうと、英文を意味の塊で区切ってその場その場を訳していく方法です。日本語としてはちょっとぶつ切り感がね出てくるんですけれども、あの英語のパッセージの意味がね分かればそれで OK なんですよね。なんといってもね、戻り訳をしなくていいので速読力につながるわけなんです。このトレーニング法を当チャンネルではね多数紹介していまして、プレイリストにもなっていますのでね、ぜひチェックしてみてください。このプレイリストの中にあるトレーニングではね、意味の塊の部分の英語を読んでそれを日本語にして読み進めていくものなのですけれども、これに慣れてきた人は今日のトレーニングをより面白いなと感じるかもしれませんね。今日のトレーニングはね、英語の部分をいちいち読まないサイトトランスレーションです。英語を意味の塊に分けて日本語にしていくっていうステップの中でね、英語を読むっていうこの、あの部分をスキップするのです。まあ、あのこれをすることで英語を直接ね英語で理解するためのステップをねちょっと前に進めるっていうわけなんですよね。このトレーニングが上手にできるようになると、英語を英語のまま理解することが、ね、できるようになっていきます。ちょっとずつね近づいていきましょうね。論より実践です。早速始めてみましょう。今日はね、あの英語の部分を、まあ、読みませんというか音読しません、もうね直接日本語にしていきます。なので画面を見ていただいた方がいいんですけれども、聞き流しをしている人は最後にね英文を読み上げるので、そこで英語のリスニングを楽しんでくださいね。さあでは始めていきましょう。はい、じゃあ行ってきますよ。ママテスト、このポインターにね、ポインターの、あの下に従ってここをやっていくっていう感じですね。はい、やっていきましょう。私は、外を歩いていました。私の4歳のになる娘と一緒にですね。そして彼女は、拾い上げました何かを、地面からですね。そして、始めました。入れる、どこに、口の中にそれを入れ始めました。私はそのアイテムを、取り上げて、彼女からですね。そして私は彼女にお願いをしました。それをしないように。なんで、私の娘は聞きました。なぜならばそれは、地面の上にずっといたからだよ、そこにあったからだよですね。あなたは知らないでしょう。それがずっとどこにいたのかですね。現在完了形だからね、あのずっとっていうふうに入れるといいね。そしてそれは汚いです。それから、それは多分、バイキンを持ってますと、バイキンがついてるよと私は答えました。ここのところで私の娘は私を見ました。完全な、尊敬の眼差しとともにですね。そして、聞きました。お母さん、どうして知ってるの？こんなこと全部。あなたはとっても賢いね。お母さん超賢いねって言ってんですよね。私は、まあ、あのとっさに考えていました。そして答えました。すべてのお母さんはこの、これを知ってるんですよと。で、それは、お母さんテストに載ってるんですよと。
そしてあなたも知らなければなりません。でなければ、あなたは彼らはあなたをお母さんにさせませんよ、つまりお母さんになることができませんよっていうふうに言うんですね。私たちは、を歩きました、あの2人で連れ立って歩きました。ずっとじ、黙ったままですね、静かに歩き続けましたですね、2、3分。しかし彼女は明らかにちょっとね深く考え込んでいました。この新しい情報についてですよね。ああわかった、彼女は、ピカピカ光った、わかったっていうふうにこうピコーンってね電気がついたみたいな状態ですよね。光りましたっていうね。なので、もしあなたがこのテストに、合格しなければ、お父さんにならなければならないんだねっていうことですね。その通りです、私は答えました。大きな笑顔とともにお顔の上でね。もしあなたがこの文章読み終わって笑ってたら、これを、どこかしらのお母さんに送ってくださいねっていうことですね。わかりましたか？こういう感じなんですよ。なんかサイトトランスレーションをしてると、特に激しい戻り訳をすることなくずっと読み進めていくことができますよっていう、すごくいいサンプルだったと思いますね。はい、ぜひやってみてもらったらいいかなというふうに思います。さあ、ということでね、この文章を頭からお尻まで読み上げていきますので、リスニングを楽しみたい人は聞いてもらったらいいし、スピーキングを楽しみたいなっていう人は一緒にシャドーウィングなどをしてもらったらいいかなと思います。ということでやっていきましょう。 3, 2, 1. The mom test. I was out walking with my 4-year-old daughter. She picked up something off the ground and started to put it in her mouth. I took the item away from her and asked her not to do that. Why? My daughter asked. Because it's been on the ground. You don't know where it's been. It's dirty, and it probably has germs.I replied. At this point, my daughter looked at me with a total admiration and asked, Mom, how do you know all this stuff? You are so smart. I was thinking quickly and replied, All moms know this stuff. It's on the mom test. You have to know it, or they don't let you be a mom. We walked along in silence for 2 or 3 minutes.But she was evidently pondering this new information. Oh, I get it, she beamed. So if you don't pass the test, you have to be the dad. Exactly, I replied with a big smile on my face. When you're finished laughing, send this to a mom. さあ、ということで以上になります。お楽しみいただけましたでしょうかね。サイトトランスレーションっていうのは、こういう風にしてその文章意味の、短い塊ごとにね、分けて読み進めていくっていうものです。全然ね理解できると思うんですよね。はい、ぜひぜひねトレーニングしてみてください。さあ、ということで Thank you very much for watching the lesson. I'll see you in my next video. Bye for now. このチャンネルはわいえ、右半身左半身現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。